はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼミタです。ということで今回は私のホンダ新型フィット、こちらの最終レポート前編をお届けしていきたいと思います。激レア白黒パンダカラーで、なおかつボディは EX キーパー施工済み、コンディションも良好な高年式の愛車パンダちゃんですが、実は自動車フリマサイトのカババに出品して、その後1週間もしないうちに商談の連絡が来ました。そしてそのまま契約成立となったんですが、嬉しいことに次のオーナーさんは動画を見てくれてる視聴者の方らしいんですよね。しかも白黒パンダ仕様を探していたとのことで、私としても非常に嬉しいんですが、手放すこと自体はやっぱり寂しいので、今日はお別れの儀として最終レポートをお届けします。前編に内外装、そして後編にドライブフィールのレポートをお送りしますので、ぜひご覧ください。はい、ということで今回はホンダ新型フィットの最終レポートをお届けしていきます。実はこのプラチナホワイトパールとブラックのツートンっていうのがなくなったんですよね。年次改良が確かあれ6月頃に行われて、そこでホームのツートンカラーっていうのが廃止になりました。なのでこのカラーっていうのは手に入れることできません。通称パンダって呼んでましたけども、この色ね結構いいんですよ。やっぱりフィット4になってちょっと原点回帰したというか、可愛らしい感じのデザインになりましたよね。なので男性が乗るんだったらちょっと可愛すぎるっていう方いたと思うんですけど、でもこの白と黒にすることによって対比が生まれますから、目元のこうぷっくらした感じとルーフの締まりが相まって、なんかかっこ可愛いみたいな感じもありますよね。アルミホイールもこれ16インチのオプションのものを履いてますから、こういうところでも足元の締まりなんかは非常に出ていて、結構デザインに関しては不満なかったですね。でボディサイズは全長4メーター切ってます。で幅に関しても 1.7 メーター切ってますから、5ナンバー枠ということで、まあ、このあたりはコンパクトハッチらしい、まあ、乗りやすさというか扱いやすさがあってすごくいいなというふうに感じていました。リアの造形なんかも見るとライトユニットが大きいなっていう印象が非常にあると思います。これもだからフィットの初代の感じを継承しているんですよね。ちょっとねやっぱ残念だなと思うのは、このヘッドライトにねアダプティブハイビームシステムがないんですよ。まあこれフィットだけじゃなくてホンダ車全体の課題点でもあるんですけど、このオートハイビームっていうのは正直あまり使い物にならないというか、対向車が1台でもいるとすぐにロービームに落ちちゃうので、そういう意味ではやっぱり細かく制御するアダプティブハイビームシステムが欲しいなと。あとねキーパーコーティングをこれ施工してもらってるじゃないですか。 EX キーパープレミアム、まあ、6年保証なんて言われてますから、まあ1年半弱乗ってますけども、これ見てくださいよ、この輝きはまだ全然衰えてません。しかもこれ直近で別に洗車したわけじゃないですし、よく見ると砂ぼこりは乗ってるんですけども、こういうドアパネル、この辺りの、まあ、パールならではの輝きというか、そういうところがね本当まだまだ全然新車以上の感じっていう印象があって、まあ、この辺りさすがやっぱ満足度は、まあ、一番いいコーティングだなという印象はありますよね。実際だってこれ見てもらっても分かるようにめちゃめちゃ輝いてるでしょ。だから次のオーナーさんもここはね本当めちゃめちゃ満足してもらえると思いますし、それも込みでこの値段で買えたっていうのは、いや次のオーナーさん本当いい買い物されたなというふうに私もね思います。逆にこの車があの値段で買えたって考えたらめちゃめちゃ嬉しいですし、ラッキーだなと思うので、だからそのあたりは価格的にもまあ満足してもらえたらなと思います。ただやっぱりウィンドウコーティングであったりとか、あとはボディの下回りの水はじき、どうしてもねやっぱり1年乗ってるとだんだん衰えてきます。特にウィンドウの撥水に関しては正直これはまあ再施工してもいいかなと思います。実はこれ EX キーパーの再コーティングっていう、まあ、メンテパックですよね、それがあるんですけども、それを実施してもらうことによってウィンドウであったり、確かヘッドライトとか、まあ、ホイールコーティングも再施工してもらえたはずです。まあ、お値段約2万円くらいだったかな、まあ、ちょっとするんですけども、まあ、さらにまたよくしたいのであればそれも施工してもいいかなとは思います。まあ、室内なんかは質感見てもらうとこれどうですかね、映像で見ると結構あシンプルだなって感じる方非常に多いと思うんですよ。確かに色使いとしては
今回ホームっていうグレードで内装色を黒にしてますから、まあシンプルイズベストっていう感じなんですけど、これねフィットのうまいところはパネルとかにそんなにピアノブラックのパーツとか入れてないのに妙に質感高く感じるんですよ。このねアクセントカラー白っていう部分がスティアリングスイッチ、インパネ、そしてセンターコンソールの部分に入ってますよね。おそらくこのあたりで視覚的になんか他の車と一味違うなっていうところをすごくねこう体感させてくれるポイントになってるんですよ。とかあとはこのスティアリングのスムースな触り心地も一つあります。さらにこのシートのクオリティなんかも、まあ、うまくこの合皮とステッチを入れることによってメイン部はファブリックなんですけども結構このあたりもクオリティは高いなというふうに感じます。あとは模様の入り方も結構独特というかこう星を散りばめたようなデザインになってますから、このあたりもねなんか視覚的にいいなと感じるポイントではあります。あとセンターコンソールの部分、これがBセグ結構チープだなっていう車非常にあると思うんですけど、フィットに関してはこれもうまいのがここに2パッド合皮使ってるんですよ。しかもメッキのパーツ使ってますよね。こういうねワンポイントのアクセントが所々に入ってますから、そのあたりでなんかシンプルな感じなんですけども、でも乗ってると結構満足感につながるというか見せ方のうまさがあるなというふうには非常に感じました。ただその中でやっぱりねちょっと残念だなと思うのはこのフィットね、ワンタッチパワーウィンドウが運転席だけになってるんですよね。だからここはヤリスとかアクアを見習ってもう全席ワンタッチにしてほしいなとは思いましたね。でメーターに関してはこのような形で7インチの TFT 液晶モニターが入ってます。まあデザインとしては非常にシンプルですけども色使いは結構いいですよね。でよく見るとこのメーターのグラフィックとナビのこのメニュー画面の色味が合わさってるっていうのが実はこれ最近気づいたんですけど、だからこういうところでもちょっとね心地よさを感じるポイントではあります。でナビに関してはこれはまあ1年レポートで結構酷評しましたけども、ピンチインピンチアウトの動きが走行中できないって話したじゃないですか。これね確かにできないんですよ。でもね実はこれ視聴者さんからいいことを教えていただいて、このスティアリングスイッチの本当はこれ選曲のボタンなんですけど、ここにナビの拡大縮小っていうのを割り振ることができたんです。これも結構最近知ったんでもっと早く知りたかったって感じなんですけど、ちょっとやりますね。走行中は今これ手の動きでできませんでしたよね。だから本当はここボタン触るしかないんですけど、でもここのスイッチに拡大縮小を割り振ったことで走行中もほらこのような形でナビの拡大縮小ができるんです。フィットオーナーさんでこのディーラーオプションナビを装着した方限定になると思いますけども、ぜひねこれはスイッチ割り振ってほしいなと思います。結構便利になりますよこれあるだけで。やっぱここで操作しなくていいんでね。これエアコンの操作関係ですけども、やっぱりなんだかんだ言っても物理スイッチの使いやすさは優秀ですよね。まあアクアはあれ確か風量調整だけナビ画面に入ってましたよね。フルオートで使ったらあの温度調整をすると実は連動して風量も切り替わるんですよ。だからまあいいっちゃいいかなと思ったんですけど、ただやっぱり温度固定で風量だけ触りたいっていう方多分いると思うんです。だからそういう方にとってはまあ全て物理ダイヤルの方が絶対使いやすいなとは思いましたし、そういう意味ではフィットは全てこう操作がアナログ式になってますから、このあたりは使いやすいポイントかなとは思います。しかも温度調整であったり風量調整をするとナビの上部にしっかりフィードバックされますから、このあたりは運転中であっても手元を見ずに触ってチラッと横を見るだけで何を触ったのかっていうのがこう確認できますから、このあたりも結構配慮がされていていいなと感じたポイントです。あとね少し残念だなと思うのはこの中間グレードのホームにはシートヒーターとスティアリングヒーターが設定できません。これがね他のライバルに比べて若干劣っているポイントでもあります。でもねこれ一つ朗報なのは、この前特別仕様車が出たってご紹介したじゃないですか。実はそれもホームベースになっているんですけども、シートヒーターが
ついてるんです。だから今から新車で買おうと思っている方は特別仕様車を選択することをお勧めします。ルームランプがしっかり LED だったり、あとは車載通信機搭載していますから緊急通報ボタンもあります。さらに何か車のことで困った際はこのトラブルサポートボタンを押すことでオペレーターにつながってそこから情報を得られると、そういうね最新モデルらしい装備もついてますから、このあたりは、まあ、結構いいんじゃないかなとは思います。後ろに関してはこのような形で、これね面白いのが実はここのパネルの加色、後ろだけピアノブラックになってるんですよね。これ最初発売した時もご紹介しましたけども、このあたりもおそらく少しでもチープ感をなくそうっていうところだと思うんです。だからこの前アクア見て、まあここの加色は入っていたと思いますけど、それ以外のところって確か完全ハードプラで無機質な感じだったんですよね。だからそこと比べてもやっぱりねフィットの方が少し質感は高いなという印象があります。あとここのピラーガーニッシュもフィットはしっかりツヤリブラックになってます。だからこのあたりも質感は高いということになります。でシートの感じも同じく合皮とファブリックが使われていて、このクッション厚なんかも結構いいです。フロントは 30mm、 そしてリアに関しては 24mm、 先代からボリュームアップしているということで、これもね座ってみて本当に驚くと思いますけども、あーやっぱすごいわ。うん、この前乗ったアクアが悪いとかいうことではないですけど、こうやって映像で見てもこれだけやっぱりボリュームありますからすごいですよね。ホンダではおなじみのマンマキシマムメカミニマム思想って呼ばれる、いわゆる機械が占領する部分は最小限に抑えて、あとは人間が使う部分に全てこう広さを活用しようっていう、そういう思想がホンダにはあるんですよ。だからそれをしっかりと感じ取れるパッケージングになってます。まあそのあたりはフロント周りでご紹介したやっぱり使いやすさとか運転のしやすさっていう部分もちろんあります。そして後ろに回ってくるとこの居住性なんですよ。足元空間も拳がだいたい3つ半程度取れるんですよ。これってやっぱりクラスナンバーワンの広さを実現してます。それにはセンタータンクレイアウト構造っていうのが貢献していて、まあそれもホンダならではなんですけど、だからこのクラスで本当冗談抜きで大人4人がマジで快適に乗れる車探してるんだったら絶対フィット4だと思います。これはね間違いないところです。確かにアクアもノートもまあ後ろ必要十分の空間あります。もう昔に比べたら全然広いです。ただそれよりもやっぱり一枚上手な後席居住性が欲しい、あとはセダンであったり SUV から乗り換えるっていう方にとってはこの広さはね本当遜色ないレベルで空間取られてますから、満足度高いなというふうに感じてもらえると思います。機能面に関してもしっかりシートバックポケットあります。そして USB ですよね、これも肝心ですけども2口ついてますから利便性もしっかり確保されてると。そして確かハイブリッドモデルだけですけどもアームレストもついてます。ノートはリクライニング機能があるんですけど、このフィットは固定式になってます。これもヤリスアクアと同様です。ただし先代モデルよりもシートバックの傾斜角を若干寝かせてあります。だからアクアよりもちょっとこう背もたれが寝てるというか無理のない姿勢で座れるなという印象があります。だからやっぱり後席の居住性求めるんだったらまあフィットかなというところはあります。でここもしっかり LED が入ってますから若干アクアとは違うポイントになってます。そしてホンダの特徴といえばこれですよね、チップアップシート、いわゆるその座面跳ね上げ式のシートになるんですけども、これの利便性も本当にね高いなというふうに感じていました。街中で使うシティカーですから買い物行くっていう機会非常に多いんですよね。そういう時に足元に買い物袋をガサッと置けるっていうのはこれね思っているよりも結構楽なんです。例えば座面の上に置くって方非常に多いと思うんですけど、例えば帰りに急ブレーキ踏んでゴローンって前に物が転がっちゃったみたいな経験ある方もいると思うんです。ましてやその中に卵なんかあったら最悪ですよね。でももし急ブレーキ踏んでも足元に置いてあったらちょっとこう倒れるだけで、まあ座面の上に置くよりは
被害は少なくて済むんですよ。この足元空間に買い物袋を置けるっていうのは結構ねいいなと思ったポイントでした。ラゲージに関してはこのような形で、まあ先代よりは若干狭くなってるそうです。やっぱりそれはシートバッグの傾斜角が寝ていたり、この辺りのシーピラーの形状なんかも多分ありますけども、そういう意味では広さっていうのは若干狭くなってます。さらに言うとシートを倒した時も、まあ座面に関してはこのような形でフラットになるんですけど、やっぱり若干ここ3センチほどの段差できます。実はこの下にバッテリーが入ってるので、まあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、もしかしたら気にされる方いるかもしれません。実際にフィット3とかフィット2はこの段差なかったですから、何も引かずに車中泊するっていう方も多分いたと思うんです。だからそういう方にとってはちょっと残念だなと思われるかもしれないんですけど、これねフルフラットにするとこれだけの空間があるんですよ。やっぱねこれはねクラスの中でもめちゃ広い方です。実際にこの4メーターアンダーの車でこうやって大人が横になることできるんです。あ、このクラスでも頑張ったら車中泊できるんだって、なんか個人的にはすごくちょっと興奮しちゃうんですけど、でもこういうやっぱり使い勝手の良さとか、なんかそのプラスアルファの部分がフィットって結構多いから、そういうところではねすごく満足していただける1台じゃないかなとは思います。ということで、じゃあ最後にこのフィット4で起きた不具合ちょっとご紹介しようかなと思います。まず一つ目が、これ確かね納車されてから半年くらいの時だったと思います。この、ね、リアブレーキからヒュン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 っていう異音が発生していたんですよね。で何の音かなっていうところちょっと気になっていて、まあリアセクションから発生してるっていうのは分かってたんですけど、でも最終的にこのねローターとパッドがね若干擦れる音がね発生していたんですよ。で実際これディスクパッドはリア左右交換していただきました。特に安全上の不具合ではないということらしいので、まあこの辺りは問題ないかなとは思います。そしてこの緊急通報ボタン、これに関してもサービスキャンペーンが一度出ていましたよね。もう私もすでに回収済みでこれもリプロしていただきましたから、もう今は正常に使えるんですけども、これもリプロしていないと確か異常で正常に働かないということでしたから、まあフィットオーナーさんはおそらくまあ通知いってると思いますので、ぜひ対策のプログラムに書き換えていただきたいなと思います。あと一番のやっぱりね大きいところで言うとシートですよね。これ確か1年レポートの時もご紹介してひび割れしてるっていう話したと思うんです。あれ綺麗になってるじゃんって多分思われたと思うんですよ。そうなんですよ、実はこれね対策品が出てるみたいな話で、実際にこのシートの座面の部分これをね交換していただきました。まあでも言ってもやっぱり若干ここのシワは寄ってますよね。これね構造的にまあ正直ね仕方がないらしいんですよ。というのもこのフィット3とかの時に比べるとサイドの部分がちょっと立ってて、さらに柔らかくなってるそうです。で N ボックスとかも前のモデルはサイドサポートが低くてさらに硬かったので、そういうエラーというか問題というのは出なかったらしいんですけど、でも最近新型になって同じようなトラブルっていうのは結構ね出てるそうです。でももしひび割れしてしまっても対策品が出てますから、確かこれはね一般保証になるのかな、3年新車登録から3年の間は確かこういうシートの座面とかもメーカー保証してもらえます。だからもうひび割れてしまったらすぐにディーラーさんに一度ご相談してもらっていいと思います。でまあそこから対策におそらく変えてもらえるんじゃないかなと思います。あと次のオーナーさんに向けてなんですけど、運転席のひび割れしか確認してないので助手席はまだ最初の初期ロットのままです。ですからひび割れ助手席もしてしまったらこれはディーラーさんにご相談ください。ということで、実際にでもフィット4 1年半弱乗っていて発生したトラブルっていうのはそれくらいしかなかったですね。じゃあこの後は試乗編行きたいと思います。ちょっと動画の尺的に一緒になってるか別になってるか分かりませんけど、あまりに長そうだったら別に分けてご紹介したいなと思います。というわけでホンダ新型フィット最終レポートは以上となります。
気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされてみてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。